リニア中央新幹線をめぐって岸田総理大臣は東京大阪間の全線での開通を2037年に実現するという目標を堅持するよう JR 東海側に求める方針です。ぜひ力を合わせて進めていきましょう。岸田総理は三重県亀山市を訪れ、リニア中央新幹線の駅の候補地で土壌のボーリング調査の現場を視察しました。リニア中央新幹線をめぐっては東京名古屋間では3年後の2027年の開業を目指していましたが、静岡県内で工事が遅れたために JR 東海は開業を遅らせると発表しています。一方で沿線自治体ではリニア開業による波及効果への期待から早期開業を求める声もあり、政府は最短で2037年を想定する大阪までの全線での開業に向けて JR 東海に対して支援を強化するとともに目標を堅持するよう求める考えです。